1月18日は振袖火事の日です。1657年の明暦の大火のことを指しているんですが、上野の新生代増谷十右衛門の娘お菊は花見の時に美しい寺胡椒を見染め、胡椒が着ていた着物の色模様に似せた振袖をこしらえてもらい、毎日胡椒を思い続けました。そして恋の病に伏せったまま明暦元年1月16日16歳で亡くなってしまいました。寺で法事が済むとしきたり通り振袖を古着屋へ売り払いました。その振袖は本郷元町の麹屋吉右衛門の娘お花の手に渡りましたが、それ以来お花は病気になり明暦2年の同じ年に亡くなりました。振袖は再び古着屋の手を経て麻布の質屋伊勢屋五兵衛の娘お辰の元に渡りましたが、お辰も同じように明暦3年1月16日に亡くなってしまったのです。2つの葬儀に十右衛門夫妻と吉右衛門夫妻もたまたま来ており、三家は相談して因縁の振袖を本名字で供養してもらうことにしました。しかし和尚が読経をしながら振袖の火の中に投げ込んだ瞬間、突如吹いたつむじ風によって振袖が舞い上がって本堂に飛び込み、それが燃え広がって江戸中が大火となってしまったのです。